はよう、こんにちは。お、300回目訪問おめでとうございますこんにちは、おはようございます。よいしょ。おはよう。こんにちは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。あ、いや、まあ今日始まったばっかだけど、いつもご苦労様です。今日は加藤さんの卒業公演が夜あるんですけれども、ね、ちょっと夜どんぐらい配信できるかもわかんないので、一応まあ30分ぐらいだけ配信しようかなって思ってます。ちょっとね、加藤さんの卒業公演のダンスっていうか曲披露の時のそのちょっと復習というか、ちゃんとね準備もしていきたいので、ちょっとね時も空いてしまってるので、はい、まあでも配信はしたいということで、髪の毛を乾かしていこうと思ってたまにやるやつでね、違う、本当は今日は8時ぐらいには配信したかったんだけど、ね、普通に昨日もう気絶するように寝落ちしまして、起きたらというか、はっ、やばいって思って起きたら8時50分ぐらいで、そう、そっからちょっとやば、目覚ますためにお風呂入んなきゃと思って、うん、髪乾かして、あ、髪乾かしてじゃないわ、シャワー入って出てきて、ちょっとその加藤さんの卒業公演の曲の振り V を見ながら、ケアしてたところですね。肌化粧水とかコンタクト入れたりとかしてました。まあということで、ちょっとねこの配信ではのんびりと髪を乾かしていこうと思います。まずはね、よし、だベースメイクだけやってってもいいな、別に。うん、
復活の三村ギフトマンありがとうございます。みんなおはよう。ドライヤーかよ。おはよう。いやマジでね、本当にね、気づいたら寝てて、そうで、そのなんていうの、アラームもかけずに寝ちゃったからさ、パッてハッて目が覚めたのよ。そのなんていうのかな、ほんと気づいな、なんていうの、自然に目が覚めたんだけど、通知とかも来てなかったからさ、 LINE とか出ていろんっつって起きることあるけど、それすらもなくて普通にハッて起きたから、何事だろうって思ったら忘れてましたね、かけるの。まあね、なんとかなんとか、あ待って、お腹痛い、なんか痛い、めっちゃお腹痛い、なんだろう、うー苦しい。なんかめっちゃお腹痛かった今。なんじゃ、変なもの食べたか。変なもの食べた。よいしょ。よいしょ。まあね、ちょっとね、今後も今日は加藤さんの卒業公演で、明日はおしゃべり会、明後日はまみめも公演、しあさってはおしゃべり会っていう形でちょっと休みなく続きますので、ちょっとね気合い入れて頑張らないといけないわけですけれども、さて、いてててて、いって、なんだろう、なんかお腹に空気が溜まってんのかな、なんかな、いやそういうわけじゃないな、急に痛くなった、筋肉痛みたいな痛さ、え腹筋が、そんな腹筋動かしたっけ、ちょっとリラックスしよっかな、ずっとこわばってる、きっと瞑想
瞑想する瞑想するか。うん、なんか確かにずっと雪が浅いかも。多分焦ってんだよね、気持ちの中で。やっぱ心配なのよ今日がね。卒業公演のそのやる曲たちがさ心配なんだよね。だからちょっと落ち着こう、リラックスしよう、リラックスリラックス。よし、皆さんも一緒に深呼吸しましょう。現代日本に足りてないのはね、リラックスすることだと思う。どうですか皆さん、リラックスできました？リラックスしてこ。リラックスしてこ。うん、リラックスできた？うん、ちゃんとね休ませてあげないと、心も体もね、リラックスしていきましょう。よっこいしょ。ちょっともうちょっと髪の毛乾かそうかな。これがちょっと湿ってる、まだ。個人的にはさ、野谷さんの卒業公演がまあ先月だったわけじゃないですか、ちょうどね1ヶ月前だと思うんですけど、なんかそっからまだなんかあんまり時間経ってる感じしなくて。そう、なんか野谷さんの卒業公演があったけど、なんかそれも最近、すごく最近のことだから、まあ1ヶ月前だからそんなに昔のことじゃないからさ、普通なんだけど、なんかね寂しい。え？これ続くの？ずっと。え？え？え？やだ。嫌なんだが？なんだが？がががが？嫌だが？いやもうさ、折り合いつけてやっていくしかないですけど、出演者側としてもさ。まあ嫌ですよね。てか、何今日は雨なの？天気悪そう。寒いし。皆さん天気悪いです今日。あ、でも夕方からはね雨止むみたい。なんか今雨降ってる予報では、雨降ってるわ。寒いな、ちょっとなんかあったかいもの飲めばいいかな。
ちょっとそんな時間はないな。あったかいもん作って用意しようってやってる時間はない。お湯しか飲めん。作るか。ちょっと待って、なんか普通にあったかいもん飲みたくなってきた。ちょっと待ってね。よいしょ。めっちゃビニール袋だ。あう。いててててなんかなんの何の痛みこれ。本当に筋肉痛みたいな痛みがずっといる。いいや、無視しよう。よいしょ。そうちょっと温まろう、寒いから。そう寒いね、今日寒いよね新潟多分。いやにゃー、寒い寒い。が、しゅ。もうそろそろ湧く。やっぱティファールは有能だね。あっという間にすぐに湧いてる。ねえ、ここにずっと箱推しの称号バッジあるんだけど、あ、湧いた。早すぎる。よし、ルイボスティー飲むぞ。おいこら、ルイボスティー飲むぞ。よいしょ。あれ、ルイボスティーあった。放置、1分だけ放置。よいしょ。わあ、明日から4月だよ。そして私成人になる。暦の上では、暦の上では、あの法律改正に基づき、法律改正に基づき成人年齢引き下げのため19歳になる。19歳である私は20歳を目前にして成人になる。法律上では、戸籍の上では。いてててててお腹痛。うー、ちょっと痛み止め飲んどくか。うー、ばばばば。まあなんだかんだね、すぐ二十歳になりますけど、20歳にもなりますけれど、まあね、それとこれとは別です。なんかそう、20歳の前に成人になっちゃうんですけど、だから今度から未成年ですかっていうのにはいを押す必要がないってこと。あるよね、カラオケとかでさ、
3つにご記入してくださいっつって。でも今度からさ、20歳未満であるかないかってことになりそうだよね。だってさ、お酒飲むとかタバコ吸うとかそういうのは20になるまで結局まだできないわけだから、なんか それがさ困るわけやん。未成年飲酒喫煙禁止っていうのはさ、その何、未成年の定義が分かんなくなっちゃうから、20歳未満飲酒喫煙禁止ってなるわけであってね。まあ私はすぐ20歳になるんで関係ないですけど、あんまり関係ないんですけど、そう、ちょっとそろっとかな。あったまりましょう。あー、おいしい。あ、これジャッキーですね。ちょっとあったかい飲み物で温まろうと思って。でもね、私あれなんですよ、猫舌でさ、だからネコ舌なんだよね。あったかいものをさ、ちょっと冷まさないといけなくて、沸騰してすぐのお水じゃない、お湯は飲めないの。だからちょっと今水道水も入れてきた。多少冷やさないとダメ。あとね、普通にお風呂入る時もあったかい お湯ダメなんだよね。暑いか、暑い湯船ダメ。なんか39度とか40度とかじゃないと、41、2、3とか超えていくともう暑すぎて入るのも大変。そう、まあ最近温泉とかあまり行かないけど、昔はねやっぱ暑いとこは本当に暑くて、あちぃあちぃってなってた。痛い、足が痛いってなっちゃう。そう、まあ、サウナはなんかまだ大丈夫、暑いけどね、顔が熱くなるからあれだけど、なんかそのお湯、あ、熱すぎるのダメだから、いつもお風呂のお湯は40度かな、40度でちょっと冷まして39度とかになってると思う。そう、ぬるいお湯で長時間の方が好きだから。あっち、うー、暑いよ。あれなんだ、ありがとうギフト、ペンギン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 、マジでペンギン。あ、そういうこと、皮膚が薄いってこと。あ、確かにそういうことなのかな、全然知らんけど。知らんけどって私口癖なんだよね。全然深い意味はないね、本当に知らないだけなんですけど。そう、何も知らないだけ。知らんけど、なんかその責任持てない発言の時に知らんけどって言っちゃうんだよね。カドさんもよく言う。あー、確かに。あ、でも確かにちょっとそういうなオタク気質というか、なんか、うん、確かに言うかも。うん、確かにカドさんもよく知らんけどって言ってるイメージあるわ。ユナコもさ、
ゆな、いやゆなこか、わかんないけど、なんかそういうなんか根っからのオタク系女子は言うんかもしれんな。私だからな、再三言うけどアニメオタクではないからな。まああんまり使わない方がいいですよね、知らんけどっつって、うぜえってなっちゃうかもしれんけど、知らんけど知らんけどね。でもさ、人間って結局何かしらのオタクではあると思ってて、みんなはアイドルオタクと呼ばれるものかもしれないけど、なんかさ K-POP オタとかさ、鉄道オタとかさ、なんか何かしら結局人間ってそういう何か一個めちゃくちゃ好きになる、ファッションオタクとか食べ物グルメオタクとかさ。私はネット文化オタクかなって思うけど、うん、ボカロとか、そうボカロとか、あー、まあそういう種類のマットとかコラ画像とかね、結局ね、なんかオタクって昔はさ嫌な言葉として使われがちじゃん、なんかそうなんていうの、蔑まれる言葉としてなんか使われがちだったじゃないですか、一昔前って。でも今って結局なんかいろんなところに使われるようになって、全然私もなんか普通に誇りを持ってるよね。そうネット民であることを誇りに思ってるすらある、開き直ってるね。だからみんなも、ね、もしかしたらオタ活を隠してる人もいるかもしれないけど、別に隠す必要、まあ別にいいけど、うん、誇っていこう。誇っていこうぜ。ということで、ザバスのミルクプロテインココア味を、ココア風味を飲んで今日も一日頑張りたいと思います。よいしょ、ちょっと待ってても配信終わらせるか、ちょっとあれだな、フリブイ見ながら見よう、飲もうフリブイ見ながら飲もう、ちょっと心配だから、今日やる曲たちを見ながらね、聞きながらミルクプロテインは飲みます。ということで、少しの時間だったけど見に来てくれてありがとう。まあ今日夜配信できそうだったらやります、でもできないかもしれないからよろぴくね。それではギフトもありがとう。男女読んでいきます。13位 NGT 玉尾さん、12位タレカツ丼さん、11位市田さん、10位トールさん、9位フサクさん、8位グロッチさん、7位タカさん、6位サバサンドさん、5位小型の大型さん、4位ヒロシさん、3位新潟カズさん、2位ヒョリゲタさん、1位昔からおじんさん、ありがとうございます。よし、ということで今日のね、カズさんの卒業公演、ぜひぜひ劇場に来てくださる方はもちろん、来られない方よ、来られない方はDMM でぜひ楽しんでください。寂しい。それでは皆さん、また明日、もしくはまた夜に、この後配信でお会いしましょう。バイバーイ、いってらっしゃい。みんな今日も一日頑張ろう。バイバーイ、いってらっしゃい。お仕事の方も頑張って、見てくれてありがとう。バイバーイ。